全ての人々が魔法を使えるこの世界、これは魔法が全てのこの世界で、生まれつき全く魔法を使えないアスタという少年の物語。魔法が全く使えないにもかかわらず、クローバー王国魔法騎士団黒の暴牛に入団したアスタは、仲間たちと共に数々の強敵に立ち向かう。戦場では弱い奴が生き、その奴存在する価値は、俺はそんなお前を壊す。そうかよ、じゃあ俺を壊してみろ。そのつもりだ。今よ、そんなバカ、全て排除する。まだ戦える。しなげた、そんなバカな、いける、しなげた、今だ、まだ戦える、今よ、石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。仲間と力を合わせマルスとの戦いに勝利したアスタ、その後も幾度となく訪れる危機を仲間に支えられながら乗り越えていく。そして、それにしてもこんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。フレーゼ丘陵、丘陵って、丘陵っていうのは昔は領地にしてた土地ってことよ。この辺りは昔フレーゼ卿という貴族が治めてたんだよ。フレーゼ卿、先見のフレーゼと呼ばれた貴族さ。未来を見通す力を持っていたらしい。戦いにおいては敵の動きを先読みし、商売においては相場の動きを先読みし、弱小貴族だったフレーゼ家を一代でものすごく大きくしたのさ。へえ、すごい人だったんすね。でも確か30年くらい前に盗賊団に襲われて一族みんな亡くなったとか。無情だよね。うん、でもおかしくないっすか。何が。未来がわかるのに盗賊に襲われることがわからなかったのかなって。ああ、当時もそういった話はあったみたいだ。でも結局一族みんないなくなって真実は闇の中さ。
未来を正確に見通すなんてせいぜいよく当たる占い程度だったんじゃないかしら。おしゃべりはそんくらいにしろ。着いたぞ。ダンジョンっていう割にあまりマナを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか？昔ちょっとな。邪魔にならないように隠れてるから頼んだぞ。頼りにならないわね。了解っす。行け。やったぜ。やるわね、アスター。どうだ、魔力なしの一撃は。その調子よ、アスター。行ける。サポートは任せて、どんどんやっちゃいなさい。魔力なしの一撃は。よっしゃー、いけ。うわー、よっしゃー。あらー、あらー。防御魔法を貼るわ。よし、回復だ。いけ。うわ、俺は負けない。防御魔法を貼るわ。うわ、よっしゃ。うわ、今よ。任せろ。どうだ、ノエル。まあまあね。やったぜ。お願い、今よ。任せろ。ノエル。まあまあね。いける。私だって強くなれる。防御魔法を貼るわ。いける。
行ける。どうだ、間に合った。やるわね、まだ戦える。やったぜ。よっしゃ、片付いたぞ。やあ、お疲れ。二人とも後輩置いて隠れるってどういうつもりなの？俺は戦いは専門外なの。闇団長、こっち片付きましたよ。ん？聞こえてないのかな？団長、入りますよ。闇団長、大丈夫っすか？返事くらいしなさいよ。ちょっと、あれ？闇団長じゃない？どういうこと？団長と同じ名前よ。俺に聞かれても。まさか何か変なトラップ魔法に引っかかって。じゃああれ、闇団長なのか？俺たちのことわからないみたいだぞ。記憶も一緒に若返ったのかも。なあおい、そこのチビ。なんでしょう？ここにもう一人カルナって女がいたよな。え、いや、見てないっすけど。ああ、てめえふかしてんじゃねえぞ。身長半分にされてえか？ほんとです、ヤミさんしかいなかったっす。怖え、若いのにむしろ怖え。そっか、じゃあいいわ。ちょ、どこ行くんすか？その女を探す。いやいや、先に医者でしょ。アスタ、団長を止めるわよ。お！団長、俺たちで帰りましょう。なんのくらい、やんのか？ちょ、俺はやんないよ。援護するわ、アスター。いいぜ、力ずくも嫌いじゃねえしな。まだ今よ。面白い、かかってきやがれ。いくぜ。まだ戦える。いちいち面倒くせえ。いける。ザラー、ザラー、まったいち、まだ戦える。ストペ、今よ。人間、今よ。任せろ。どうだノエル。まあまあね。いちいちめんどくせえな。逃がさねえぞ。今よ。逃がさねえ。お願い、今よ。まだだ。いちいちめんどくせえな。これが私の実力よ。これほどけ、ぶっ殺すぞ。つえー、
二人がかりでやっとかよ。やっぱり団長なのかしら。この若さでこれだけ強いんだし。ねえ、本当に連れて帰るの？